里崎チャンネル、こんにちは。さあ今日はですね、里崎チャンネルリモートコラボということで、よっさあす、はじめまして、里崎です。はじめまして、はじめまして、のまさです。いやです、ボナボナボナ、はじめチャンネルけんです。硬くないですか？よろしくお願いします。いや、硬くなりますよ。硬くなります。今の感じが出てなくないですか？緊張してるんですか？いや、ちょっとテレビの、めちゃめちゃ緊張してます。え、なんでですか？いや、だって見てた人っすもん、子供の頃から。いつもの感じ、素人に帰ってますよ。完全にもうファンになっちゃってるから、ね、今回ですね、これは里崎チャンネルですけど、皆さんのチャンネルとコラボしてですね、面白いことをやりながら聞きながらやっていこうっていう壮大な企画です。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。だから今からね、なんと4本撮りっすか。すごいすごいね。すごい。でも1日里崎チャンネル6本から9本撮りっすよ。9本は俺らないね。ないね。やったことない。やったことないです。だからいつもこの椅子に3時間ぐらい永遠座りっぱなし。でも3時間で撮り終わるのすごいですね。3時間で6本は、いや、すごい。でもだ、休憩ないです。休憩ないですよ。ああ。トイレ行くぐらいですよ。ああ、次だったらトイレぐらいですもん。いや、もうその辺の受験生より座ってますよ。で、途中でまあ、お昼ご飯とか食べるじゃないですか。はい。で、ご飯、うん、食べてる時も、それランチ動画撮るんで。なるほど。すごい。YouTuber の鏡じゃないですか。鏡ですよ。YouTuber の鏡。え、皆さんどうなんですか？僕らで言うと、僕とそのゆうやが、コンビでやってるんですけど、はい、野球のプレイする動画がメインなので、はい、3本ぐらい撮っちゃうともうヘトヘトです、ね、バテバテです。せっかく言ってんのに。そうなんですよ、ごめんなさい。本当プロ野球選手の前でこんなこと言うの。もし僕もなんか野球収録ね、こう、まあ、今コロナの影響とかあってなかなか行ってないですけど、はい、収まってきたらやろうと思ってるんですけど、はい、多分行ったら5、6本撮りますよね。いや、本当ですか。いやすごい。いや、じゃあ来週からそうします。さあ、じゃあ本題に、プロ野球選手のイメージとかこういうのすごそうとか、うん、どうですか、何かありますか？パッと、ね、いいですか、うん、はい、もうまずパッとのイメージは、はい、やっぱりその年俸といいますか、はい、お金持ってるなっていうイメージがあります。あ、なんか正直、例えば、まあ、サラリーマンとかですと年収1000万目指そうとかってあるじゃないですか、はい、ですけどやっぱプロ野球選手だともう何千万が当たり前みたいな、はい、やっぱイメージになってるんですよね、はい、っていうところの、そこのお金持ってんだろうなっていうイメージはありますね。そうですね。今平均が確か今年4000万ぐらいだったんですよね、プロ野球全体の平均が。平均すごい。でもですよ、最低は450万前後なんですよ確か。育成選手は240万ぐらいなんですよ。なるほど。育成選手だと月20万ですよ。なるほどなるほど。試合間になっての一番最低ぐらいが450万前後なんですよ。うん、サラリーマンの平均ぐらいですかね、多分。そうそうそうですね。でしかもですよ、個人事業主なんで、はい、年俸は満額じゃないんですよ、あそこから税金引かれるんですよ。あ、所得とか、所得税で、しかも、はい、あの国民年金、国民健康保険なんですよ。なんかすごい近しく感じる急に。急にね、急に。急にも、まあ、いや、契約社員なんですよ。そっかそっか。だから1年契約で基本、うん、なるほど。だから持ってる人はすごいんですけど、持ってない人もすごいんですよ。いやー、まあ、勝負の世界っすね。じゃあ変な話、本当使い方とか間違えると逆に危ないってことですね。めちゃくちゃ危ないですよ。しかもですね、現役最終年は無給です。え、そうなんですか。はい、もしじゃあ仮にですよ、はい、現役最終年が1億円だとしましょう、はい、で次のもうその年で引退、うん、次の年からプロ野球選手じゃない、はい、なった時に、うん、翌年無職なのにそのプロ野球選手の時の1億円の税金払わなきゃいけないですね。なるほど。そうなったらその最終年の税金取っとかなきゃいけないですね。なるほど。貯蓄をしてなかった場合で、そうなると大体1億円ぐらいだと、まあいろいろ経費とか引くと 40% ぐらいは絶対取られるんですよ。えぐい。そのえぐい。 40% から 50% ぐらいは絶対取られるんですよね、税金。うわ、そうなった時に簡単に言えばですよ、4500万は前年の税金で払いますと、はいはい、で残った6500万を使わなかったとしたら翌年4500万を税金で払いますと。2000万残りますけど使ってますよね。使いますよね。あ、うん、
なるほど。だからその1億円を10年以上もらわないと厳しいかもわかんないですね。これはでも意外と特にやっぱプロ野球小中学生も見てる方多いと思うんですけど、あんまわかんないじゃないですか正直税金とかって。だから結構意外かもしれないですね。今プロ野球選手になりたい子供減りました。そんなことないと思うけど、ゆうやさん平均年俸4000万の仕事ないですよ。ないです。増えました今。今なら目指した方がいいんじゃない。日本の職業平均でプロ野球全職業平均の中で一番高いんですから。まあでもまあ慣れる人がねやっぱ、うんうん、人数がでもだって70人上限の12球団なんで840人ですよ。プロ野球株式会社840人社員いるんですよ、まあ、そう考えたらなんかそう言われると別に少なくないかなと思っちゃう。その辺の会社よりすごいぐらいしますけど、その大企業とかとそんな変わんないかもわかんないけど、はい、社員840人ですから。これで支店がね12個あるんですよ。で平均4000万、平均4000万、これみんな目指した方がいいんじゃないですか。これ目指した方がいいね。なんでみんなプロ野球選手にならない。目指した方がいいですよ。一番多分簡単に、まあ、簡単じゃないですけど一番簡単にいけると思うんですよ。入ったらですよね。入るのが簡単です。いや入ってからの方が大変です。入るのは高校3年、大学4年とか社会人とかその年のいわば、まあ、ドラフト大体100人ぐらい取るんで100位に入ってればいいんですよ。なるほど100位。その代わり入ったら最後、はい、その100人が10年ぐらいだって1000人弱いりますからね。そこで取ってなんなきゃいけないんで入るのが簡単です。なるほど。あの東大より簡単ですからプロ野球の方が。いやもうだって今聞いてて確かにあちょっと入れそうって思っちゃった。いや入れないけど、だからそのプレゼン的にちょっと洗脳されそうになっちゃった。そう洗脳されてますよね。プロ野球選手って一芸必殺で入れるんですよ。球がめちゃくちゃ速いとか、はい、とにかく遠くに飛ばせるとか、うん、足めちゃくちゃ速いでドラフト何位でもいいんだったら入れる可能性あるんで。東大なんてね、有名大学ってなかなか一芸必殺でいけないじゃないですか。確かに全部できてないとね、平均的に高くないと。私英語だけはバッチシですっても入れないじゃないですか。うんうん、うん、確かに。えこれみんなでプロ野球選手を目指そうっていう動画ですお金の話戻っていいですか。はい、プロ野球選手、まあ、誰とは言わなくていいんですけど、はい、〇〇選手がこのあんま言ってないけど買ってたすごいものとか、まあ、車はやっぱりみんな高いですね。あ、聞いた話ですけど、あの僕はそのうちに行ってないんですけど、行ったやつの話を聞くと、ロッテのかなりいい成績を残したピッチャーの借り出た賃貸のマンションの、リビングがあのマリンのブルペンぐらい広かったって言ってました。やばいですよ、100畳以上あるんちゃうかっていう。そんなマンション存在するんだ。やばっ。そのね、確か大峰雄太が言ってたような気がするんだけど、あのリビングでピッチングできるって言ってました。いや、どんなリビング。あれお前っつって素振り部屋とかじゃなくてもピッチングできちゃうんだ。ぐらいリビングが広かったっていう。すげえ。すごい。あとはなんかね、そのよく聞くのはなんか一晩数百万使ったとかね。ああ、それが気になりますね。はい、やっぱり、まあ、あの僕はあのクラブとか飲み屋さん一切行かないんでわかんないですけど、はい。里崎さんは一晩最高いくらいですか。30じゃないですか。いや1ヶ月分以上ですよもう。僕ら世代だって。一回キャンプの時に新聞記者さんとか、ああ裏方さん、テレビ局の方とか、そのキャンプに携わってるメディアの方、来れる人全員食事会しましょうよって言って、僕が主催して食事会焼肉屋さんでしたんですよ石垣島の。だからそういう感じの一晩の使い方はありますけど、あと現役時代、はい、これちょっとお金使っちゃったなって思ったのが、今思えばね。あのルシアンペラフィネっていうブランドの知ってる、はい、分かんないです。あのなんかスカル、スカルとかがここに、なんかクリスタルとかのスカルがあって、はい、T シャツが1枚10万とか。やばー。金かける選手とかも多いんですかプロ野球選手は。まあ、僕とかだと服とかじゃないとお金かけるものがないんですよ。あとはまあこう時計とかですかね。あ、時計事情やばいですよね、プロ野球選手の。これもうやばいですね。いくらですか。これはおいくらですか。いくらですか。これはですね、ちょっと高級ベンツが買えますね。ええー。
どうなんですか、そのプロ野球選手全体で見て結構お金遣い荒いなっていう人って多いもんなんですかね。うん、やっぱりいるんじゃないですか、そのいつまでももらえるとかね、使うこともあるんで、予測がなかなか立てるの難しいですよね。そうなんですよ、やっぱり、うん、あのプロ野球選手ローンがねなかなか組めないんで。なるほど、そうなんだ。安定はしてないですもんね、はい、全く安定しないん で引退後どうなるか分かんないんで、その、うん、30年ローンとか長期的ローンが組めないんですよ。うん、10年とかなっちゃうらしいですよね。一生長いですからね、人生で考えなきゃいけないんで。確かに一生分をだから3、40代でもう全部稼がなきゃいけない。そうですね、うんうんうん、ほんと YouTuber みたいな。やってること一緒っすよ。まあ確かに僕らも個人事業主で、確かにね、国民年金払ってますね。毎日の動画の再生数とか YouTube で如実に成績が分かるじゃないですか。だから僕らと、ね、いやそうですね、野球の打率とかと一緒で、うん、如実に再生数登録人数で他のライバルの人たちと上下関係がすごい分かるじゃないですか。はい、だからもうきついですよね、精神的に。きついです。それはきついですね。ね、佐々木チャンネルご覧の皆さんもですね、皆さんを見ていただいてですね、はい、まあ、日常で暇つぶしにしてもらいたいですね。そうですね、概要欄にですね、皆さんのこのチャンネルのリンク貼ってますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。皆さんも皆さんの動画見てください。お願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。